んにちは。ゆっくりマリサです。霊夢です。本日は、20日に大学入試センターから中間発表された、共通テストの平均点と、得点調整が行われる可能性についてご紹介します。内容は、大きく3つに分けてご紹介します。共通テストの平均点と、得点調整の可能性、そして今年度のボーダーです。それぞれ、上記の項目の通り解説します。それでは、始めていきます。まずは共通テストの平均点を確認しましょう。データは、大学入試センターから中間発表されたものをそのまま利用します。なお、主要な科目に絞って紹介します。例えば地理歴史の A 科目、数学1などは紹介しません。最初に1日目の科目、次に2日目の科目を表示します。一時停止なども利用してください。平均点は、次の通りです。以上の通りです。次に全体的な外観を解説します。まず、昨年との難易度の差はほとんどありません。問題制作者が目指す平均点の目標は、センター試験では60点、共通テストでは50点でした。しかしながら、10点以上平均点が減少した科目はなく、むしろ生物と数学のように、10点以上増加した科目がありました。おそらく初年度ということもあって、難易度の向上を抑える形になったためと思われます。また、形式の変更で多くの人や予備校が、軟化傾向、と評価しましたが、蓋を開けてみれば、むしろ平均点が高くなった科目の方が多いという結果になりました。平均点の公式発表前の公表は、過信しないようにしましょう。なお、中間発表の点数は毎年、プラスマイナス5点ほどは変化します。この通りになることは少なく、絶対とはまだ言えませんので注意しましょう。最後に、テストの解き直しは終わりましたか？各予備校とも解説が発表されています。解説を元に解き直して、自分に足りない部分を補強しましょう。最も効率よく知識がつくのは、まさに解き直しの時です。入念に見直して、これからの試験に備えましょう。以上が平均点の解説でした。次は得点調整の可能性についてです。次に、得点調整の可能性についてお話しします。まずは得点調整とは何かについて確認しましょう。得点調整されるための条件は、次の2点を満たす科目を受験していることです。以上の通りです。特に注意してほしいのは、1です。すべての科目で得点調整が行われるわけではないことに注意しましょう。例えば国語、英語、数学、臨性は、そもそも得点調整の対象にならないことが、あらかじめ決められています。なお、2の条件は主要な科目なら、ほぼ満たしています。ただし紹介した中で唯一、地学は例年1万人に達していません。注意しましょう。次に、得点調整が行われるとどうなるのか解説します。ざっくり言えば、得点が上昇します。減少することはありません。しかし、自分の点数がどれだけ増えるのかは、複雑な説明が必要になります。平均点を調整して操作をするのですが、詳しい説明はここでは省略します。元々の点数が、元々の平均と近いほど、調整後の点数が大きく上昇します。点差によって変わりますが、最大で8点程度は上昇するようです。そして、今年度の共通テストにおいて、得点調整が行われるかどうかです。結論から言えば、可能性は高いです。先ほどのグループのうち、グループ A とグループ C の得点を見てみましょう。ご覧の通り、グループ A では倫理と政治経済の差が、グループ C では生物と科学の差が、20点以上になっています。また地学以外は受験者数が1万人を超えていますので、先ほどの条件を2つとも満たしています。つまり得点調整が行われるかもしれない、ということです。得点調整が行われれば、グループ A では現代社会と政治経済の得点が上昇して、グループ C では物理と科学の得点が上昇します。しかし、いつ頃得点調整の有無が発表されるのでしょうか？答えは、明日です。2021年1月22日に得点調整の有無が、大学入試センターから発表されます。公式サイトをチェックしましょう。また、得点調整が発表されましたら、大学受験チャンネルでも動画を出す予定です。ぜひチャンネル登録の上、動画投稿の通知をオンにしていただけると、とてもありがたいです。以上が得点調整の可能性についてでした。最後に、各大学の共通テストボーダー動画を紹介します。最後に、主要大学の共通テスト利用のボーダーを掲載した動画を紹介します。こちらです。こちらの動画です。大学受験チャンネルで公開している動画です。
統計上理、G マーチ、日東駒線の全学部のボーダーを、河合塾の情報をもとに掲載しています。概要欄にリンクを掲載しますので、こちらもぜひご覧ください。Thank you.